動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。聞いてくださいよ。みんなしか愚痴を言う人がいないんですよね。え、聞いてください。ニュースで知ってる方はいらっしゃると思います。もう福岡県民はみんなこう悲しい思いをしてるかと思いますけども、松田信弘の対談ね。もう野球わかんない人には何のこっちゃって話ですけど、松田選手、僕が大好きな松田選手、松田信弘選手ですけども、ホークス一筋17年の松田選手が、対談ということで、僕はてっきりホークスだ、ソフトバンクホークスで引退するんだと思ってたんですけども、対談ということで別のチームに行くということですね。39歳ベテランですけども、そろそろかなという感じだったんですけども、引退試合、もし退団というか引退するのであったらば、そういうセレモニーみたいなのもあったでしょうけども、退団っていうことなんで、そういうセレモニーとかなくて、別のチームでの活動を模索するということですね。ご本人としてはそのホークスのコーチとかになるよりも選手としてまだ体が動くからっていうことでやりたいらしいので、そっちは応援してあげたいんですけども、ちょっとこうホークスの顔というか、ずっとなんかコーチとしてホークスにいてくれるんだろうなみたいな感じしてましたから、だからちょっと残念かなと思いますけども、でもね、応援はしてあげたいと思いますし、特に僕はあんまり実際に野球場に行ったことないですよ。僕は2、3回しか行ったことないですけども、その中で松田選手が2打席で連続でホームラン打ったっていう映像も残ってますけども、そういう思い出がありますのでですね、僕の中ではホークスの中で一番好きだった選手ですよ。だからなんかね、すげえ寂しいなと思いつつも、次行ったチームでも僕は応援しますよと言いたいですけども、ちょっと複雑な気持ちですね。とにかくできれば、パリーグじゃなくてセリーグに行ってほしいなと思います。個人的には阪神タイガースとかいいんじゃないかなと思いますけどね。なんかこう今のなんか伸びきった阪神の選手にこうカツを入れるような、そういうことしてほしいななんて思ったりしますね。結構ホークスから阪神、阪神からホークスに来る人って多いんで、ぜひちょっとなんかそういう線あるんかなとか思いますけどね。先にちょっと予想しておきましょう。当たったらいいですごいよね。さあ、ということでございまして、もう悲しくてやりきれないわけでございます。そんな中でもなんか嬉しいニュース読んでいこうかな。ベルーガが11年ぶりに妊娠。エコー検査で体長20センチほどの赤ちゃんを確認。名古屋港水族館。名古屋港水族館の話ですね。名古屋も行きたいですね。名古屋港水族館で飼育されているベルーガが11年ぶりに妊娠したことが分かりました。妊娠が分かったのは名古屋港水族館で飼育されているベルーガのグレイで、現在妊娠約5ヶ月です。8月のエコー検査では体長20センチほどの赤ちゃんが確認されています。名古屋港水族館でのベルーガの妊娠は11年ぶりで、赤ちゃんは2023年7月から9月頃に生まれる予定です。名古屋港水族館ではこれまでにベルーガが5回出産しています。担当者は元気な赤ちゃんが無事生まれるよう温かく見守ってほしいと話していますというところで、ちょっと短めではありますけども、喜ばしいニュースですね。で、名古屋港水族館だとね、ショーやってたりとかもしますし、飼育員さんもかなりこう愛情込めて、でしかも、名古屋港水族館言っちゃ悪いけど、多分お金持ってるんですよ。お金持ちの水族館なんですよ。桂浜水族館よりも多分お金は儲かってると思いますからね。設備なんかもいいですし、こういう繁殖、研究機関の側面もありますからね、そういう側面もありますので、しっかりとね、無事に産ませてくれるだろうなとは思いますし、飼育員の方々もかなり、若い方々が、かなりこう積極的にベルーガの魅力を見せてくれるようなね、そういう展示もしてくれてますし、あと他で言うとシャチだったりとか、っていうのも飼育してますので、かなり大きいですからね。生まれた後もしっかりとなんか伸び伸びと生きていけるんじゃないか。もちろん野生化ほど伸び伸びとはできないと思いますけども、かなりこう恵まれた設備の中で、暮らすことができるんじゃないかなと思いますね。そんな感じでございます。ついでに言うとアデリーペンギンもいますので、ぜひぜひ皆様
お立ち寄りいただければなと思いますし、もう一回名古屋行きたいな。名古屋行って、で、あのペンギンカフェとかもありますからね、そういうところも寄ってみたいななんて思っておりますね。ちゅうことでございまして、今日のニュースはベルーガが11年ぶりに妊娠、名古屋港水族館でということでございました。